はいどうも、凡人です。今回は、松本山雅 FC 対藤枝米 FC の試合展望をしていきたいと思います。諸事情により機械音声ですが、ご了承ください。さて、松本は前節、アウェー、鳥取戦をドローという結果に終わりました。対する藤枝は、福島に6点の差をつけ大勝しました。両者ともにここ5試合負けていないだけに、熱戦が予想されます。松本のキーマンになりそうなのは、菊井選手です。最近の試合では、トップ下や2トップの一角、前節ではサイドアタッカーの位置に入っていましたね。彼は、周りの選手を活かすことができるプレイヤーです。ポジショニングを見計らって相手に対して嫌な位置をキープしたり、自ら駆け上がってゴールを決めることもできます。彼の活躍が、チームを大きく勝利へ近づけるでしょう。さて、いくつかのデータを見ながら展望しましょう。まずは、両チームの得失点パターンを見てみましょう。松本は、セットプレイからの得点が圧倒して多いです。この試合も、そういった場面で得点を逃さずにしていく必要があります。逆に、クロスからの失点やこぼれ球からの失点が多いことも事実です。今季の松本は、昨シーズンからの弱点である振られると脆いところがまだ、改善されていません。藤枝がクロスからの得点が多いというデータが見て取れるように、この試合もそういった試合展開が予想されます。いつも課題になっている点をこの試合では特に意識していく必要がありますね。次に、松本の相手陣内侵入時のグラフです。サイドからの侵入がほとんどですね。松本は、なるべくクロスからの得点を狙っていることがわかりますし、これまでの試合もそういったシーンが多かったです。松本はサイドに優秀なアタッカーがいますから、彼らをうまく活かしていくことが得点に直結していくでしょう。次に藤枝の相手陣内侵入時のグラフです。こちらはパス中心でまんべんなくフィールドを使っていることがわかります。先ほどのグラフで藤枝がクロス攻撃が強いことを確認しましたが、それ以外でもパスで崩せるチームであるとわかります。松本は前述した通り、サイドに振られると脆い傾向にあります。しっかりとチームが連動してプレスに行かないと、おそらく複数失点を喫してしまうでしょう。全体の守備の意識を共有していくことが求められます。藤枝はおそらくこの試合でも3421のフォーメーションで組んでくると思います。松本は試合ごとにフォーメーションを変えてくる傾向に今季はあります。前節の鳥取戦は433でした。さて、この試合はどのように組んでくるのでしょうか。そこにも注目したいですね。今回は、松本さん宮城 FC 対藤枝米 FC の試合展望でした。ご視聴ありがとうございました。